アメリカで有名な都市伝説ブラッディメアリーをやってみます。こうやってろうそくに火を灯してですね、ブラッディメアリーと3回唱えて火を消すと、鏡の中に血まみれの女メアリーが立っているんですって。じゃあ早速やってみましょう。ブラッディメアリー、ブラッディメアリー、ブラッディメアリー。やっぱ何も映んないか。あの有名なコックリさんよりも危険な霊が現れるんだ。実験の結果が気になる方はチャンネル登録を。さあ早速一人かくれんぼやってみます。1、ぬいぐるみに名前をつけて風呂場に隠す。2、ぬいぐるを見つけて刺す。3、自分が隠れる。まずはこのパンダに名前をつけます。パンダね、パンダだからパンコ、パンコでいいんじゃない。なあトマリどう思う。パンコはでもあの地域によってちょっとやらしい意味がする。なんだよバカ、お前いいんだよ、俺ヤリマンが大好きだからさ。よし、このパンコをですね、背中をこうやってテラ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 。さあこれでパン粉の綿が抜けたので、今からライスライスライスを入れていただきます。ライスライスライスライ ス, ライス。次にこのパン粉を赤い糸でぐるぐるに巻いちゃいます。なんか米は内臓で赤い糸は血管を表してるみたいだよ。さあ完成しました。ここでこう言います。最初の鬼はマコピー俺、最初の鬼はマコピー俺、最初の鬼はマコピーだから。そしてパンコを浴槽に隠します。パンコを隠れててね。そして部屋の明かりを全部消しまーす。さあ部屋の明かりを全部消しました。今から10数えます。
見つけたぜー。まあ当たり前か。でもここでパン粉の脇腹刺さないといけないんですよ。おりゃ！パン粉かわいそう。次はパン粉が鬼だからな。隠れました。何かあったようにこちらで撮影しときます。オーブみたいなのが映ってます。嘘だろ。とまりマジっす。嘘つけ。いや、オーブみたいな。お前見えんの？いや、なんかカメラに映ってるんです。絶対嘘。後からチェックするからな。憂いごときビビんなよ。手が止まれ。これいつまでやんの？まだそんな時間経ってないですし。いや、こっから先考えてんの？こっから先っていうと、この後 の展開とかですか？普通は何も起こらないから。こんなんでチャンネル登録者数増えねえから。あーちーし。お、なんか落としました。お前ちゃんと仕込んでんじゃん。え、いや、マコピさん、え、行くんすか？幽霊さんいんのか？おい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 、マコピーさん、まずくないですかこれ。まあ、いんのかよ幽霊さん。あ、ほんと。設定すごい、うん、マジで現れた。寄ります。スタッフが死にました。これ公開できんのかな。されるわ。えっくいわ。いや、えっくい。
ゆり、休憩しよう。ゆり？パパ、何あれ？ん？うん。やめろ、それ以上言うな。いや、考えるな。よし、いいか、少しずつ逃げるぞ。パパは分からない。分かってはいけないんだ。でもあれってさ、あの…やめろ！正体は分かってはダメなんだ。え？なんで？なんで？あいつはあいつはパパが小さい頃から語り継がれてた。あいつの正体を知った者は気が狂ってしまうんだ。ユリ、ユリ、ユリ。ゆり、ゆり、パパしっかりして。ゆりしっかりしろ。大丈夫か。パパ、ね、パパ何なのあれ。ゆり、かわいそうにな、大丈夫か。ねパパ、パパ、ちゃったの、ね、何なのあれ。あれ何パパ。パパ。分かってるけど。パパ。パパ、分かってるけど分かるようにしてるもんね。ね、大丈夫、大丈夫。パパ、しっかりして。ねえ、食べ方が汚い人っているよね。こうペチャクチャペチャクチャ音を立てて食べるっていうさ、そういう時あんたは注意する？しないよね。友達ならまだしも、知人ならまあ言わない。おせっかいだしね。でもさ、本人だけ気づいてないっていうのもかわいそうだよね。え？何の話かって？いや、
私も一つおせっかいをしてみようかなと思ってさ。あんたはもう死んでるんだよ。しかもだいぶ前にね。で、腐り始めてんの。わからない？周りの人があんたをチラチラ見てるのをさ。しょうがないな。見せてあげるよ。ほら、よく見てみなよ。ほらほらほら。気づかなかった？もう左目はつぶれて見えないね。ほら、残った右目でよく自分の顔見てみなよ。先生、この患者は？彼女は自分のことをホラー映画の女優だと思い込んで、いつも気味の悪い映像を作っている。いや、よくできてますね。自分でメイクもしてる。たまに他の患者を驚かすので注意が必要だ。はあ。さあ、今日は皆さんにお知らせです。以前スタッフが例に殺されちゃったんだけどさ。お前、この設定すごい。今回新たにスタッフが加わりました。カメラマンと編集担当してます、アニメアニローです。アニローはお顔 NG なんだけど、これから怖いオカルト動画を撮っていくので応援よろしくです。さあ、今日はいよいよオカルト実験、おーっとコックリさんをやってみます。やっていきます、ショータイム。よし、じゃあやるぞー。アニロ、コックリさん、コックリさん、いらっしゃいますか？いたら範囲に聞いてくださーい。おー、動く動く。これお前動かしてるだろ。いやいや、僕動かしてない。おー、やべえじゃねえか。はい、来ちゃったよ。コックリさん、ここにいるぞ。ちなみにコックリさんは日本中で流行ったんだけど、やってる本人たちが霊に取り憑かれて小中学校では禁止にされたんだって。良い子のみんなは真似しちゃダメだよ。次、アニロなんか聞いてみろよ。あー、はい。じゃあ、コックリさん、コックリさん、あなたは一体誰ですか？誰ですか？おー、動くね。動いちゃってんじゃん。動いてる動いてる動いてる。え、どこ行くんだどこ行くんだ。お、めっちゃ動きますよこれ。なになになに、どこ行っちゃうの？ま、おま、おまた？おまたとかじゃね？違う。え？お前？お前ってどういうことだ？おい、兄よ、起きろ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 。おい、やべえよやべえよ、兄の起きろって。どうしたんだよ。俺どうしてました？いや、お前やべえよ。あ、なんか顔がすげえ熱いっす。ちょっともう一旦カメラ止めようぜ。お前脱げよ。そうっすね。ん？ん？どうしたの？ん？脱げないっす。はぁ？なんか脱げないっす。お前これ。
まこみさん、ごめん、取ってください。熱いっす。ありがとうございます。さあどうも、ホラー映画監督のトマリンです。今日はですね、こちら、なんてことない普通のマンションに見えますけど、実は行方不明者が続出しているという問題のマンションです。突撃してみましょう。さあここ、エントランスホールにやってきましたけど、これ行方不明情報を求む探してますっていうことでですね、やっぱり神隠しがあるんでしょうかね。さあじゃあ一回ちょっとね、このエレベーターに乗ってみましょうかね。これ撮ってるか。絶対バズるぞ。今回のオカルト実験はこれ、首折り人形。この人形さ、とある神社からもらったんだけど、夜な夜な首が360度回るってんだよ。えっぐいだろ。そこで
夜な夜な俺とスタッフはこの人形を撮影してました。結果なんとなんも起こらねえ。これじゃバズらねえっての。そこでちょっと待ってください。俺が首折りしてやったぜ。まあこんな俺のチャンネルを見たやつはチャンネル登録よろしくな。いやちょっとマコビさんこれ尺足りないですよ。いいんだよこんなの、何も起こらねえじゃないか。あ、YouTuber ダリーや、毎週使うの大変なんだよ。クソ寝るわハゲ。いやハゲてない。マコビさん、マコビさん、だ、マコビさんやばいです。あのリビングから物音がします。なんか落ちてたんじゃないかなと思って。音するでしょ。本当に音すんのか。いや今聞こえました。音か、ねえ、首より人形がね。おお、これ撮ってるか。絶対バズるぞ。お前首より人形か。おい、これ撮っときゃ絶対バズるから。これね、これはチャンネル超えれるぞ。マコビーさん、これもうニュースに結構なったんで知ってる人も多いと思うんですけれども、2ヶ月前にあの大阪城の堀からですね、女性があの飛び降り自殺したんですよね。でそれ以来、ここにですね、あの夜な夜な幽霊が現れるということで調査に来てます。で、調査をするためにですね、いちいち写真撮っていこうかなと思います。まあ、幽霊はよく写真に写るということで、はいチーズとはいうもののですね、こういうのってね、まあ僕も何回も来てますけど、まあほぼ何も起こらないっていうのがもう世の常なんで、会社のお金でもうあのレジャーですわ、これはレジャーしてます。まあ、一応写真は撮っていきますけど。さあ幽霊ちゃんが出てきたらですね、一緒に食べたいところですけどね。美味しそうですね、これ抹茶の粉が振ってるところが。いただきます。めっちゃうまいけど粉が喉に入ります。あのカップルもいっぱいいますし、家族連れもいっぱいいますね。はい、僕ももうオフ取りたいなって感じですね。こういうのってマジでもう毎回ね、何も起こらんし、もうお蔵入りになったりするのよね。もうさあここが現場です。大阪城の一角でも結構人がいないとこですね。さあここがですね、女の子が亡くなった場所のようですけれども、これめちゃくちゃ怖えぞ。これうお怖え、うお怖えっすね。いやこれは怖えだ、これすごいですね。しかしまあ特に何も映りません。自撮りもしてみましたけどね、ここでちょっと一回写真を見返してみましょうね。特に何もないんですけど、あれ檻？
え、なんかあのベタな幽霊みたいなのがずっと映ってます。黒髪の、いい、これすげえな、マジか、これやったかもしれんぞ。これはもう一回ここで自撮りしてみましょう。どうも、幽霊より怖いオカルト YouTuber マコビーでーす。前回の動画で首折り人形ってのやったんだけどさ、が一人死んじゃったんだよ。おかげでチャンネルはバンされるし、今回俺撮影一人でやらねえといけねえし、最悪。まあ一から頑張るからチャンネル登録よろしくじゃん。さあ今回のオカルト実験はこちら、夜泣き石だよ。これは日本各地に言い伝えがあってよ、時代貧乏な夫婦が口減らし、つまり子供に食わすもんがねえってことで、この石で子供を殴って殺しちまったんだよ。んでこの石はとある神社からもらい受けたんだけどよ、この石が夜な夜な泣くってんだよ。しかしこの石が届いて3日3晩撮影してるんだけどよ、全く泣きやがらねえ。そこで今回はこんなことやっちゃうもんね、殺しちゃうもんねバーカー、このメヘラ野郎め、オラオラオラ。さあ夜泣き石をえっくいくらいにディスりました。もうこれで何も起きなければ捨てちまうからな。というわけで俺は今から寝まーす。おっと、お前らは寝るんじゃない、ライブ配信するから目ん玉ひんむいて見とけよ。マジかよ、みんな聞こえてるよな、えっくわえっくわ。これマジで泣いてんのか、近くね、こっちか。おい聞こえたか、みんなベランダの方からなんか聞こえたぞ。うわあ、おいみんな見たか、これエッグエッグ、警察に電話するか。ん？中に入れてやれ。アホか、明らかにやっべえだろこんなやつ。チャンネル登録解除、チャンネル登録解除はやめてくれよ、仕方ねえな。やべえだろ、なんだよ、なんだよ、おい、なんだよ、なんだよ、なんだよ、おい、お前さ、いやいやいや、
私を殺さないで。ずっと一緒にいてくんの。飯食わせてくんの。いや、今の広告収入じゃ君を食わせられないんだよ。また口減らしてオラを殺すの。いや。どうも、監督と脚本をやってるとまりです。今回の、短編集はいかがだったでしょうか？こいつら面白いやんか。そう思ったあなたはですね、ぜひファンクラブに入ってください。ファンクラブは無料で概要欄とコメント欄にある URL から入っていただくと入れます。ファンクラブに入るとですね、メイキング映像、メンバー限定のメイキング映像と、非公開の怖い話、これもクオリティ高いやつめちゃくちゃあるんですよ。むしろこっちの方が高いかなっていうやつをですね、見ることができますので、ぜひそっちも見てください。これからも応援をよろしくお願いします。